ナスですが、前回ヒモを釣って誘引したのは一株に一本だったので、もう一本増やしていきます。一株あたり2本のヒモを釣りました。この後はまたクリップで止めていきたいと思います。以前植えたトウモロコシなんですけど、ここの落ち葉積んでたところはまあ綺麗なんでいいんですけど、緑肥植えてあったところはもうボーボーになって、間一応またクリンパーでローラークリンパーで踏んだんですけど、なかなかイタリアンライグラスがうまいこと枯れてくれませんでしたね。まあこの間に分かりますかね、トウモロコシが一応育ってるんで、まあ影になりつつもちょっと伸びて、このイタリアンライグラスの背を追い越してくれれば、まあ光の受光には問題ないかなと思ってるんですけど、どうしよう、この際の部分草刈った方がいいですかね。どうしようかなっていう感じです。とりあえず植えてきます。植え終わりました。その植えたところの株の際のところは釜で刈ろうかと思ったんですけど、今釜ないのを思い出したので、また釜がある時にやりたいと思います。ピーマンとかオクラ、露地のオクラとかを植える畑の畝立てと、マルチ張りを行いました。マルチはまあまあ綺麗に張れたかなと思います。ピーマンの芽がまた茂ってきたので、4本ぐらいに間引いていきたいと思います。はい、ピーマンの脇芽かき終えました。4つぐらいに絞るって言ってましたけど、まあ光入るようになったんで4つよりは多いですけど、まあこれで様子見たいと思います。鉢上げするのにポットに土を詰めていきたいと思います。ポット詰め終わったので、ナスの台木を鉢上げしていきます。はい、鉢上げ完了して水もやっておきました。トマトの苗を定植していきます。露地のオクラとしてヘルシエを植えていきます。この2畝ヘルシエでいきます。はい、オクラ3粒ずつ植えました。で、普通ならまあこの後水やっていくんですけども、今日夜雨降るみたいなんで、このまま横着して雨に任せようと思います。